なんだろう。いい天気。Thank you.
Thank you.
ごめん、ぼーっとしてた。こんにちは。何？ジロジロ見られるのはあまり。嬉しい。どうして？そういうもの？そうか、そのうち見慣れるよ。でも人とこうして話をするの久しぶりだから少し緊張する。大丈夫そうって？他にできることもないんだろ？なら仕方ないんじゃないか。当たりのつけようがないならこうして雑談する以外にさ、いい方法があれば。他の人がもう試してる。前の相談員とはメッセージのやり取りもなければ、まともに話をした記憶すらないし。うん、みんなもう諦めてるんだ。君も何か上に報告が必要なら適当にしておけばいいよ。それに正直まだ他人と顔を合わせて話をする気分じゃないんだ。だから本当はああいうツールで全部済ませたいし、その方がお互いに楽だと思ってた。君が今までの相談員と同じならそれでもよかった。顔を見て話すことがそんなに大切なこと？これまで俺が君の話を聞く気がなかったみたいな言い草だな。別に今まで君の話を聞く気がなかったわけじゃ。でもそう思わせてたなら謝る。これからは少し気をつける。何？それはこっちのセリフ。話をするときは顔を見ろって君が言うからそうしたんだけど。だから何か言ってくるのかと思って。どうしたの？俺何かおかしかった？恥ずかしい？恥ずかしいも何も自分から言ったんだろ。顔を見て話すことは必要だって。普通に？はあ、難しいな、普通って。そうする。
ありがとう。不思議だな、君は。あ、時間。またね。